はい、13時30分になりました。相場解説を続けます。先ほど10時の解説でですね、ここ底固めが行われたのがこのヒゲが3本出て、それからチャートバーがね、ロウソク足がすごく短いのがこう並んでるんだよってことを申し上げましたけども、結果的にこういうふうにね、今13時30分まで、陽線がずっと続いて、ちょうど窓の入り口ぐらいまで来ましたよね。今後この窓を埋めるかどうかってところがすごく注目の点になるんですけども、朝底固めをした3本のヒゲだよって言ったところでエントリーされた方は、要するに下に行く可能性が少ないってことですから、これ取れてるよねってことなんですよ。1ピップスで、1ロットか、すいません、1ロットでやられてる方ってのはこの時点で十数万円ぐらいの利益を確定できてるんじゃないですかね。まあそういうふうに見ていただければ、昨日から続けている相場解説でね、やっぱここ2日間でこういうふうなのをなんかチャンスと捉えていけばですね、まあちょっとしたまとまった金額この1日2日で取れたんではないかなと思います。まあここが FX の魅力なんですよ。きちんと学べば、きちんとヒゲを理解してれば、チャートバーがなんでね短いのが連続しているのか、そして利確とロスカット、こういったものがちゃんと見えればですね、で私がずっと解説したのが、あ、なるほど、そういう意味だったのかと、基礎用語はこういう時に役立つんだとかね、フォーメーションってこういう風に見るんだ、移動平均線はこうなんだってことが重なっていけば、自信を持って買いでエントリー取れてたと思います。いかがですかね。ではまだ続けますけども、今度はこの窓がどうなのかなってことにね注目していきたいと思います。